今回は年収1億円超の企業家、投資家、自由業、そしてサラリーマンが大切にしている習慣という本を読みましたので紹介させていただきます。はじめに、億超えレベルになる方法を教えます。序章、あなたがお金持ちにならない呪いに気づこう。今の延長線から抜け出す勇気を持て、常識が実は誤り、心地よさの沼に浸かったままでは、 成功者の基準に書き換えよう。目を覚ますには別次元に触れるところから。誰でも2000万円までは到達できる。奥号に導くレバレッジ思考。成功者は型にはまっている。文豪トルストに学ぶ。第一章、資産がずっと増え続けるお金の使い方。まずは上手に買うテクニックを身につけよう。それは金額以上の価値を生むか。 お刺身の進化はどこにある消費、浪費、投資を見極めることができる人になれ。お金持ちが決してしない行為と必ずする行為。あなた次第で浪費が投資に変わる。遊ぶように資産形成する。本当の値打ちは無形のものにある。収入のほぼ全ての行き先。リスクの見極めも実力のうち。失敗を経て身につけたもの。 財布に入っている金額を即答できるか。少額ばかり使っていると。500円ランチの人が200万円を即払いした理由。成功者は時間をお金で買っている。イーグルギャップという考え方。時間の節約が大きなリターンをもたらす。お金を落とすべきアイテムとは。あるあるはどこまで信用できる。腕時計で値踏みされる。 ワインが富を引き寄せる。1億円に化ける一本。ワインは日ごと価値を増す。第2章、段違いの成果が出る仕事の進め方。今すぐに始められる富を生むメール術。返事の早さが製品を分ける。速スは人のためならず。大事な契約の前日にこそ映画を見に行く。ゴールデンタイムを逃す手はない。 AI になりきることが成功への近道。人間をあっという間に凌駕。挫折を成功へとつなげるマインドを持て。目の前の人参で目標達成できる。仕事のために旅行を予約するべし。継続するために自給思考を捨てよう。成果の裏にある稼げない期間。泣かず飛ばずを経験してこそ。集中力は座禅で磨け。 今に注力する難しさ。限られた時間で本当にやりたいことを。お金持ちは仕事を断って稼ぐ。待っているだけで仕事が来る仕組み。未来の収益アップを生むノー・バット和法会議では最前列の真ん中を定位置に。ベストポジションのすごい威力。講師になって分かったこと。稼ぐ人ほどマイルールを持っている。 富裕層に共通する三つのポイント。第三章。さらなる成功を引き寄せる普段の暮らし方。人は見た目が十割だから、身なりを整える。足元を見るの本当の意味。時計と靴に神経を集中させる意味。お金持ちは手ぶらで過ごしている。持ち物の多いのは不安の現れ。口癖を、それ知ってるから、それいいね。 知っているだけでは意味がない。できる。そして実践を出す。最終ステップは教える。教えまる、教えるまで行けばビジネスになる。淡々とした日常をとことん大切に。派手の裏側の地味な実態。自分のために言葉に気をつける。創始を出してもラッキー。私なんて、だけは絶対 NG。承認欲求地獄から脱出しよう。 日本人は誰より負けん気が強い。マズローの欲求段階説。自分が満たされたいでは一生凡人のまま。飲み会のスタート時間が極端に早い理由。二次会は勘弁してよ。話題は仕事か知的好奇心。読書が人生を切り開いてくれる。知性を必要とする行為。本が良き相談相手に。 第4章。周りがミリオネアだらけになる人間関係の築き方。対戦すべきは相手の家族。ギフトの達人たちの共通点。一流の人は先行投資上手。気を使わせずにが鍵。より好みして付き合う人を決めている。愚痴を言う人に毒されないために。人は同じ立場の一つとしか理解し合えないもの。 お金持ちを持つ表の顔と裏の顔。キャラの使い分けを完璧に行う。ウィンウィンになることをしているだけ。裏切られても必ず自分のせいにする。相手への不満を成長に変える。比べるのは人とではなく自分と。過去の自分からどれだけ成長したか。叱られること、褒めることが得意。 褒めるのは一円もかからない。耳の痛い批判こそありがたい。第5章、ずっと豊かで居続けるための人生の歩き方。成功者とは諦めなかった人を指す。数々のサクセス,ストーリーを見てきた。大逆転を叶えた三人。どん底からこそエネルギーを爆発させろ。クリスマスにはフレンチではなく中華を。 逆張り戦略が最大の満足を生む。みんな自分は運がいいと思っている。思考と努力で手繰り寄せるもの。名営経営者の問いかけ。逆境こそ大きなチャンスに。トラブルで見えてくる差。未来の座標から進捗の確認を。もっとお金が欲しいと思ったら。幸せになれないのは短期的思考のせい。 必ず目標を達成できる仕組み。行動できない、変われないの壊し方。失敗しないようにがあなたを失敗させる。捨てることのできる人が成功していく。三段不要物とは。お金持ちはどんな人と人生を歩むのか。決め手は頭の良さ。粘り続けたパートナー。終わりに運命を変える一歩を踏み出そう。 はい。以上になりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。